鹿島記者会にアビエーター入ってないから、すらしてない。この絵の方がいいな。ここ一つ一つ追熟具合が全然違うんで、お尻を触って柔らかくなってから食べてほしいんだけども、食べる前に30分ぐらい前に冷蔵庫に入れていただいて、それからのが美味しいですね。JA 鉾田のメロンの特徴ということで、まず鉾田の JA 鉾田のメロンはですね、大変こう水はけのいい土壌で、作られております。大変美味しいメロンが仕上がってございます。また5月のですね、18、19とですね、JA 鉾田直営の直売所のファーマーズマーケットなだろうでですね、メロン祭りということで開催されますので、どうかですね、美味しいメロンを皆さんお買い求めにお越しいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。